れ様です。え、あれ今日は、はい、今日ねちょっとねうち来たんですよ。あ、そうなんですか。そうです。ほら見てください、これ。何これ。これねすげえ気になってて、ほら前にあの黒いやつ動画でアップしたじゃないですか。はいはいはい、で、あれすげえ良くて買おうかどうしようかなって思ってたら在庫なくなっちゃって金がなっちゃったんですよ。で、最近だってねこれね FDE この色が出たんで、ちょっとこれはと思ってね、すごいっすよね。あのさらになんつうかあのボルテックス味が増したというか本当だ ね、すごいあのこのね細かいところとかやっぱね、あの黒もそうだったんですけど FD になるとさらになんかかっこよくなった感じあるっすよね。で確かにか。で、せっかくまあこの色なんで鉄砲もねこのね URGI にちょっと乗っけてみたりとか、あとね416とかどうかなとか思ってこの辺を持ってきて、これでねデータカスタム合うかも、ね、そうここの色とか近いじゃないですか。うん、でもなんかねあの個人的にはねここの黒があった方がいいかなと思ってこっちに乗っけてみたんですけど、まあでも絶対こっちも合うっすよね。うん、ちょっと乗っけてみようか。あ、はいはい、やりましょう。そうだからねこうこれ前回ほらあれレンジで打っててもむっちゃ良かったじゃないですか。やっぱスコープってね、あの広角精度うんちゃらっていつも難しいこと言ってますけど、要するに打った時に球がビューンって見えて相手にバチンって当たるところが見えるかどうかですげえ大事だと思うんですよ。でそこら辺がねやっぱりね、あのこの価格帯のスコープの中でそこまで見えんのっていう感じがね、このスコープしたんでちょっとね、お乗りましたよ。仮止めな。仮止めです。とりあえず。もういい感じじゃないですか。これ見せて見せて。はいはいはい。ここに置いて、いや三脚立てて見せて。よ。そうそう、今日あえてこれつけることでスナイパー身を出したっていうね。三脚じゃない。バイコットだ。かっこいい。かっこいい。やっぱこれあるとスナイパー感強いですね。だからこれかっこいいね。ショートスコープだからあんまりスナイパーしすぎるのもあれかなと思ったんですけど、ちょっとでもでかいかな。これはこれでこうしてね、こうしてこう、穴に落ちるね。ここいけるこれこうっすよこれもんっすよね。あ、いいね。これもんっすよね。あ、合うね。このなんだろう、ハンドガードの色と。そう、これ近いっすよね。同じとは言わないけどかなり近いっすよね。だからこういうなんかこの飛び飛びの方がねちょっとねおしゃれな気がしちゃって、でほら一般的な FDE っていうとこういうちょっとあの黄色みかかった色じゃないですか。まあね、だからあえてそのコントラストを出すにはちょっとねこっちのレシーバーの黒とか、この色とかとを一個またがせるっていうかね、そうした方がねおしゃれなんじゃねえかなと思ってねこれにしてみたんでございますよ。これレンズキャップもこれ茶色なの。そうなんですよね。これね茶色になってるんですよね。だから統一感あるんですよね。後からつけましたみたいな感じがなくて、見た感じスッとしてていいですよね。これもねスルーレバーも茶色になってて、何枚スコープ、これね1から6っすね。で対物がね24mm、今流行りのサイズっすよね。サバゲでも使いやすいし、ちょうどいい。レバーこれついてるんだ。後付けっぽい感じよね。でもこれあほら後から自分でつけるタイプだから、この位置を自由に付け替えられるの超便利ですよね。普段多分ね俺ね2倍とかなんだろうな。だからここがね、まあ本当はもうちょっとこっちにつけた方がいいかな。でそれでこうグリグリできた方がいざっていう時にこう、危ない。まあ仮止めでしたからね。よかった。マウントもさ茶色なんだね。ね、これなんかもともとあった黒いやつの空張りでこれ出したっていう話ですよね。これも統一感ありますよ。でもねこれ悩ましいとこですね。あえて黒レシーバーに、黒レシーバーに黒マウントでこれみたいなね、それもねおしゃれですよね。それ選べるのいいですね。これハニカム3シェードついてるね。あ、これね、そうついてるんですよ、付属なんだ。そう、これもね、最初からついてるんでくるくるってやれば取れちゃうんですよね。あ、ただね、やっぱりね、これほらこのスコープの問題じゃないですけど、1倍だとどうしても目立っちゃいますよね。だから 2,3 倍運用するときはこれ全然ね、視野の邪魔にならないですけど、1倍だとね、ちょっとなんか見えるなっていう感じはあるですね。まあこれどれもそうだと思うんですけどね、スコープだったら。でもね、これもちゃんとね、FDE カラーになっててね、いい感じですよね。かっこいいね。かっこいいっす。ダイヤル3つあるじゃん。はいはいはい、これ何なの。これがあのイルミ点灯で、で、このこっち側、よいしょ、ここ回すと電池が入っ
してて的なことですね。そうか、電池ケースなんだ。そうなんですよ。見せて見せて。はいはい、あ、どうぞどうぞ、こんな感じ。電池はこれ電池はね、2032ですね、CR2032、うん、よくあるやつですよね。うん、うん、で、これ上がこれがあのエレベーションですね、上下調節。はい、うん、こんな。あ、黒、なんか黒、まあいいじゃない、黒で、なんか、あ、もう相変わらず相変わらずええクリック感ですね。いいカチカチ音だね。うん、でこれね、あの緩めてっても締め込んでっても、うん、テンションが変わんないのがいいんですよね。ほら緩めていくとだんだんこうクリック感が弱くなっちゃうとか、逆に締め込みでいくとどんどん硬くなっていくみたいなのってちょっと安っちい感じしますね。うん、うん、これね、うん、いい感じですよ、いい感じです。おっ、すげえいいカチカチだ ね、いいですよねこれね。あの左右のウィンデージの方も、うん、はい、でこっちもね同じっすよね、こんな感じで、うん、これいいっすよね、上下左右調節。そうそうそう、視野がむっちゃ広いんですよ。うん、広いしね、歪みがほんと少ない。よくこの価格帯でここまでやるなって思いますよね。広いね。いや、いいっすよね。いや、でも中はなんか乗きたいの。もちろんだって、これこの間も良かったじゃないですか。え、でもえ、そのちょっと興味あったりするんですか。見ます、見ます、うん、じゃあちょっとレンジ行ってみましょうかね。これ、おー、これすごいね。いいっすよ、これね、今1倍なんですけどね。このね、歪みの少なさっすよ、やっぱりすげえの。確かになんかレンズが入ってないみたいな。ちゃんとね、連続性がありますもんね、周りの景色とね。これがね、素晴らしい。これ普通だとこう魚眼っぽくね、歪むんだろうけど。そうです、そうです、特にね、周辺がね、像の周辺が歪むんですけど、この歪みの少なさすごいっすね。ちょっとじゃあズームしてみようか。はいはい、行きましょう、ズームイン。これセンターが全くずれずにズームしていくこの感じ。今これで ね、2倍だね。はいはいはい。あ、どんどんいって、このスローレバー使いやすいね。はい、やっぱね、ある方がいいっすよね。うん、これで3倍、はいはいはい、4倍。これね、サバゲー4倍が使いやすいんだよね。そうなんですよね、手持ちだと4倍が限界っすよね、はい、やっぱりね。うん、これで5倍。はいはいはい、まあこのぐらいになってくとね、スナイパーって感じしてくるよね。いや、ほんとっすね。それでもこんだけ見えるんですかね。これでマックスの6倍。うん、いやいや、大したもんですね。あ、やっぱアイレリーフがちょっとね、6倍になるとシビアになってきますよね。まあこれはね、どのスコープでもそうですからね。こんな感じかな、うん、いい感じじゃないですか。うん、でね、6倍でもこのコントラストの高さですよ。素晴らしい。だから普通にボルトアクションでも使えますよね、これね。ショートスコープとはいえ、レティクルついてたから一回消してみようか。はいはい、これ映像で伝わるのかどうかちょっと分かんないですね。まあ、今日むっちゃ晴れてますからね。でもなんか輝度上がってるらしいっすよね。うん、これがね、今オフ、オフからいきなり11のマックスにしてみる。こんな感じ、うん、これあの1回でしますからね、ダイヤルがね。ああ、それも便利だね。そうなんですよ、そうなんですよ。でね、ズームちょっと戻してみるよ。はい、これがこう、ぐーっとで、この感触なんかすごい高級なカメラレンズって感じする。そうなんですよ、このトルク感、あのなんつうかね、こうじわって動く感じっていうか、ね、うん、そうだ、止めるときにこう止められるっていう。そうだ ね、不用意に動かないし、はいはい、かつ硬すぎずスムーズな感じ。このレバーが何かにこう軽く当たったぐらいだったら多分動かないですね。動かないね、うん、衣服とかさ当たって変わってたら嫌じゃない。嫌ですね。これはね、そんなに簡単には回らない、このトルク感。これで今3倍、4倍、この辺がね、サバゲーでの使いどころだと思うんだな。ギリギリ手ぶれが気にならないぐらいですね、4枚ぐらいがね。あと視野の広さ的にもね。6倍。いやいいっすよ、これ。いや、これいいね。でしょ、よくさ、ほら、やっぱ1万、2万のスコープっていっぱいあるじゃないですか。うん、でも明らかに世界違いますよね。うん、で、これで満足できなかったら、まだね、20万以上いくしかないですよ。だから10万ぐらいのスコープだったら、まあこれとそんなに変わんないってものって結構ゴロゴロあるんですけど、だからそれぐらいのコストパフォーマンスはありますよね。これいくら？これ、5万
前後ですよ。あ、4万6千何がしだったかなに消費税プラスぐらいな感じじゃないですかね、確かね。うん、いや全然コスパいいっすよ。5万円か、うん、全然あれだと思いますよ。まあ、確かにほらなんかよくあるね、1万2千いくら2万いくらみたいなスコープから比べちゃうと高いって思うかもしれないですけど、うん、覗いたらその違いもうめちゃくちゃわかりますもんね。だから逆に言うと、なんかやっぱり1万円のスコープってこんななのかなとか、見え方に疑問がある方はこれを一回覗いてみてほしいですよね。うん、そうするとね、絶対ね、新たな扉が開きますこれ。うん、いやこれはね本当いいっすよ。だからちょあのもうちょっと打ち込んできていいですか、自分の手ポロッケで打ってくるんで、はい、いいですか。お疲れ様です。はい、あ、すいません、ありがとうございます。お疲れ様でした。どうも。